我々は上田城の救援に向かう。兵士諸君、復帰せよ。この城に美女がいるらしい。引っ捕らえて、トータク様に献上するのだ。おお、なんと立派な城なのだ。炎章様の新たな挙動にふさわしい。世の混乱に乗じ、狼藉を働く非道の輩め、粛清してくれる。アンクの絵でもない。未来俺は諸葛丹と鎌戸を分けてしまった。この戦いには参加せず小田原城に向かった。けど小田原城の救援に上田城まこたって。用心しておきましょう。さすがのお働き。あなたの傍らで金銭を増えることは誇りに思ってますよ。無事だったか。四条殿に心配されるなんて私もまだまだね。だけど可愛げがねえよ。お血は喧嘩は戦の後で。のご意向ですな。上田城、炎章様にこそふさわしい。さあさあ、どうか城に城を落としましょう。敵は共闘しているわけではない。ならばそれをどうしてどこで。なるほど、私が京都府に行きましょう。たおやかな女性をおとりに、とは気が引けるが、それが最良か。ではよろしくお願いする。ミスティー、イメイ。この崇高な理想が理解できるとは。ああ、うん、こりゃ完全に騙されてる。あれが噂の美女か。
東卓軍の戦力がこれだけならいい。日本軍でもあるから厄介だ。おお、一段と冴えておいでですな。いいよ、たたき使われる私ではない。無言と散れ損はある。ここはなさに勝ちだ。敵に援軍だと、どうすれば。やっぱり今増援がいたのか。元気、今助けに行く。この世界で全てを手に入れる。貴様らで邪魔はさせん。取り戻せるんだ。芝生さんは増援の可能性に気づく。違いますか。なら、どちらだと教えてください。愛ある人の義務だと。ここにも美女がおるではないか。さあ、わしの元へ来い。置いておけ。次は容赦しねえぞ。のれ、わしは諦めんぞ。果てたみたいね。一時はどうなることかと思ったけれど。疲れた。久しぶりに力いっぱい本気を出したぜ。Ha ha 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 ha!